こんにちは。センターシエラのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第50回始めたいと思います。よろしくお願いします。とうとう50回です。40回ぐらいに終わるかなと思ってたんですけど、まあ案の定全然ですね。まだまだ先は長そうな感じです。まあよろしくお願いします。で49回からまあ引き続きなんですけれども、予定通り、プラットフォームインボークですね。プラットフォームインボークの解説をしていきたいと思います。で、プラットフォームインボークやりたかったのはですね、こうなんかデモンストレーション映えするような、なんかまあ IoT デバイスとかで、例えばアルディーノみたいなもので、実際にIL2C 使って何かプログラムを書いてですね、 C シャープで、でそいつをその IoT デバイス何らかのもので、まあ動かしてですね、でまあ今までみたいなそのハローワールドとか 1+2=3 みたいなそういうコードじゃなくって、なんかもうちょっとなんかこうアウトプットとしてなんかそれっぽいデモみたいなものができた方がいいなと、まああのあれですね、実用するにはみたいなことを本格的に考えるっていうような、まあそういうところにどんな課題があるかみたいなところに踏み込むのに、まあ一番こう近い道はプラットフォームインボークをサポートすることかなというふうに思ってて、でなのでまあ早い段階でやりたいなと思ってたんですけど、まあここまで来てですね、ガベージコレクションか、ガベージコレクションもできたし、まあもうそろそろなんかちょっと覗いてみてもいいのかなみたいな感じで考えてました。で大きな条件としてはですね、まあガベージコレクションをやってからと思っていたんですけども、その最大の理由は文字列なんですよ。で文字列がですね、皆さん知ってる通り、ドットネット上はあれはオブジェクトリファレンスですね。オブジェクトリファレンスであるんですが、まあちょっと特殊な扱いですよね。文字列のクラスは普通のこうなんていうんですか、クラスではない。文字列が格納されているっていうことなんですけれども、その CLR 上も、まあ、文字列はちょっとこう特別な扱いを受けてますよね。文字列の操作するため専用の、IL の命令が若干ですけどもあります。で、まあそういうようなことがあるので、いわゆる普通のクラスですね。ね、というもまたちょっと違うんですよね。で、かたやC 言語のレベルから見るとですね、文字列ってまあご存知、キャラアスターというかキャラのポインターですね、として扱われるのが一般的だと。で、まあそこもまた全然違うところですね。キャラアスターで表現されるとは言ってもですね、C 言語の場合は一般的にはヌルターミネーションされるこうデータの塊ということになってますよね。でなんですけれども、他にもですね、その文字列の扱いって、まあ、いろんな方式が考えられると、まあ、一つはそのヌルターミネーションしないっていうパターン、要するになんか何らかの形で文字数を与えておいて、でまあそれとそのデータの先頭の領域や先頭を示すポインターを渡してやるみたいな方法も考えられるし、キャラアスターじゃない、いやなキャラじゃない可能性もありますよね。ドットネットの場合だと、ちょっとキャラキャラって言ってるんでちょっと紛らわしいんですけども、CLR でいうとこのキャラは一応ユニコードの文字ということになってますよね。まあこれもですね、UTF-16 でサポートされる範囲の文字ということになってるんで、今やねサロゲートペアとかあるのでもうその辺ぐちゃぐちゃですけど、まあそこはどうするんだと、特にですね、システムストリングっていう方を考えると、それのインスタンスって実はなんかいくつかインターフェースを実装してるんですが、iNumberableのキャラとかですね、
ということは、なんかこう文字列が手元にインスタンスがあると、そいつはまあ列挙できると。列挙できる一個一個の要素はそのキャラ型だと。システムキャラですね。システムキャラ型で1文字1文字を列挙できると。で、片やその C 言語の方では、もしキャラアスタを、C 言語でいうとこのキャラですね、1バイトのキャラ。キャラアスターを想定するんであれば、これデータとしては1バイトということになるので、そもそもシステムキャラと合わないですよね。システムキャラの方は16ビットなので合わない。で、まあそういうとこどうするのかとかですね、まあそれは一番そのドットネットとしてやりやすい方法で、その1文字はもういいんだと、ユニコード、UTF-16LE だというふうに完全に決め打ちにするっていう方法もなくはないんですけど、そうすると、まあなんかちょっとリソース少ない環境では辛いは辛いんですよね。C 言語の上では普通にリテラルとして文字列を表現する、ダブルクォートで囲んでその文字列を書くと、そうするとそれは普通にキャラアスターとして扱うことができると。まあ、またはキャラの配列ですね、として扱うことができるので、ドットネットの世界でそれを文字列として扱いたい場合は必ず変換しなければならない。で、変換しようと思うと相手はユニコードなので、じゃあこの、C 言語のその文字列として扱われたその文字列を、どういうふうに変換するのか、それ UTF-8 として変換するのか、あるいはまあ日本の場合だとね、シフトジスとか EUC とか、まあメジャーですけども、でそういうも、あの文字コードを想定してユニコードに変換するのか、で変換するって言ったら今度はじゃあ変換表を持たなきゃいけないのかとか、それからもし変換するんだとするとドットネットの世界ではエンコーディングクラスっていうのがありますよね。じゃあまあなんかエンコーディングクラスがあるという前提でそれのインフラを使うみたいな感じで変換させるのかとかですね。じゃあ、そのエンコーディングのクラスの実装はどこから来るのかとかですね 今、我々が、とりあえず、その IL2C の成果として、いくつかの、その IL 命令を実装してるんですけど、その実装した命令の範囲で、エンコーディングクラスというのは実現できるのかどうか 実現できないんだとしたら、その IL 命令先に全部実装しなきゃいけないのかとかですね。もう言い始めると、途端になんかものすごい、広がってしまうんですよ、話が。で、まあ、話を戻すとですね、こうデモ映えする、例えば IoT デバイス、まあ、Arduino でも何でもいいんですけども、まあ、そういうもので、プラットフォームインボークをサポートするために、その文字列型、ストリング型をサポートしようと思うと、まあ、そこから掘り下げていってですね、まあ、一応そういうような課題がまあ次から次へと芋づる式に 出てくると 出てくるはずだということでですね、まあとりあえずそのプラットフォームインボーク自体も実はですね、単純なパターンとそうでないパターンがあって、単純なパターンに収まってるうちはいいんですけど、そんなはずはなくて、実はなんか応用レベルで考えると、すぐにその複雑なパターンにこう足を突っ込み始めて、そうするとですね、考えなきゃいけないことっていうのはものすごい出てくるはずなんですよ。で、まあそれなんとなく分かっているので、まあそう、一番簡単なパターンをですね、プラットフォームインボークでサポートできるようにしてみてですね、でそこからまあ課題として、そのまあ文字列をサポートしていくっていうような流れでやって、で段階を踏んでやっていったらいいんじゃないかなと。いきなりちょっとね、文字列をやろうと思うと、その落としどころどこにするのかっていうのが結構難しくて、いくつか選択肢はあると思うんですけどね、そのどれを採用すべきかっていうのはなんか結構難しい問題だなとずっと考えていたんですけれども、もうちょっとその全体としてどういう方向に持っていったらいいのかっていうのを考えないと難しいかなと思ってます。ということで、まあプラットフォームインボークをどうサポートしていくのか、それからそこから話がどう展開していくかみたいな感じで進めていこうかなというふうに思っています。で、まあ
今日はですね、まあ、スライドというよりは、実際のコードがどんな風なのかみたいなところからまた例によっていつも通り掘り下げていったらいいんじゃないかなと思います。まずですね、プラットフォームインボークの例をC シャープで書いてみたみたいなのをちょっと用意しました。で、ちょっと今これグレーアウトしてるんですけど、まあちょっと ifdef でですね、Win32 とそうでない、まあそうでないって Arduino 想定したんですけども、まあちょっと分けてあります。で、まあちょっと分かりにくいので、まずは普通に、ですね、Win32 環境。で、の説明をしましょうかね。リリースで、あれ、デバッグか。無理かな。はい、いや、色つきましたね。で、まあ、普通に、まずはクラスを制限しますと。で、これ、まあ、別に、アブストラクトでも何でもいいんですけども、プラットフォームインボーグ使うときって DLL インポートという属性を使いますね。で、パブリック、スタティック、まあパブリックじゃなくてもいいですけども、スタティック、エクスターンで、モドリッチ、それから、インポートしたい、あれですね、関数というか、まあこの場合 API ですけども、その名前を指定します。で、ここでは今、この例では指定してないですけども、まあ追加、場合によっては引数を定義してやると。この getCurrentProcessID っていうこの例は、まあ実はまあ今 Windows の話してるんで Win32 なんですけれども、Win32 にそういう、API があります。これですね。はい。で、呼び出し側プロセスのプロセス識別子を取得しますと。で、D ワード、getCurrentProcessID。で、引数ないですね。void ってことになってます。モドリッチは D ワードになってますね。はい。で、パラメータはありません。それから、モドリッチは呼び出し側プロセスのプロセス識別子が返ります。ということで、まあ、これ単純なんですけど、あと要求としてですね、Windows H をインクルードみたいなことが書いてありますね。であとはライブラリとしてカーネル32DIV を使用しますと書いてあります。で、戻るとですね、DLL インポートって使い方ご存知の方はわかると思うんですけれども、ここは普通こういう Win32 API を呼び出すときは、例えば、カーネル 32DLL みたいな感じで宣言しますね。で、そうすると、実行時にこの Win32 クラスの getCurrentProcessID っていうのを呼び出すコードを書けば、そうすればこのカーネル32のライブラリの中にある、getCurrentProcessID という API を呼び出すと。で、戻りちゃまあこれ int って定義されてるんで int で返ってきます。これ厳密には今この MSDN を見ると戻り値 D ワードなんで、まあ本当はなんか、イントじゃなくて、uint の方がいいでしょうね。型を合わせるという意味では。まあでも、同じ32ビットの値なんで、まあ、イントでも、まあ一応、ついつまわと。ちゃんと、クラッシュしたりはしないです。っていうふうに使うのが普通なんですが、IL2C の場合はですね、ターゲットとしているプラットフォームって、まあ Windows とは限らないですね。まあ、Linux 上で GCC でビルドしても別にコンパイルできるソースコードが出るはず。で、あとは、まあ、ずっと話してる、まあ、IoT 関係だと Arduino みたいな、そういう限定された環境ですね。で、それも、まあ、バックエンドは GCC だったりするんですけども、我々が目標としているのは、GCC とか VC とか、その、リッチなコンパイラーじゃない ANGC コンパイラー、まあ、一応今 CQQ を想定してますけど、ANGC でいけるようなものをちょっと考えているので、まあそれに限らず普通の C コンパイラーだったらコンパイルして実行できるみたいなことを目指しているわけです。で、
DLL インポートって名前の通り、ダイナミックリンクライブラリを、こう結合する、ダイナミックリンクライブラリにそのあるそのネイティブのコードを呼び出すみたいなことをちょっと想定しているので、名前があんまりなんですけど、に使わしくないんですけど、我々のその IL2C で変換した暁には、これらのソースコードって全部 C のソースコードに落ちるんですよね。で、きっと、僕らがやりたいのは、その、ここで書いたコードとかを、その C の、コード、C のソースコードなのか C のライブラリなのか何なのか分かんないですけども、とにかくまあ C 言語のそのインフラの中で使えるようにしたいっていうことがその欲求になると思うんですよ。で、ここでし、まあちょっと Windows の例でいくと、どうしてもね、その DLL の中身がどうのとか言ってちょっと気になるので、これ今すぐ下見てもらうとね、この Windows Edge になってるんですよね。DLL の名前、ファイル名ではなくて、ヘッダーファイルを指定してるような感じなので、ちょっと、おやみたいな感じはするんですけど、で、わかりにくいんで、まあちょっとそこまでの話を前提に置いておいて、この Win32 という定義を外して、Arduino 版の方を見てみますと。で、そうするとですね、この、今すぐ下にあるんですけども、これがそうです。で、Arduino の世界って、Arduino ID っていう、まあ、ID があります。で、そこの上で、C++ もどきの、コードが書けることになってます。で、まあ、中身はね、バックエンドは GCC 使ってるんで、GCC を C++ として使ってるんで、まあ、要するに C++ のコードが書けるんですけど、一応ね、なんか、もどきということに、扱いになっています。で、この IL2C での、この IL を変換して、で、C のソースコードを出したら、そしたらその Arduino ID になんかこう差し込んで、で、コンパイルするみたいな、まあそういう流れになるとは思うんですが、当然そこにC++ のコードが書けるわけですよね。で、Arduino が提供してる、例えばこう、ボード、例えばですね、まあ物を見てもらってもいいかな。これ、Arduino の、割とスタンダードなやつですね。最近の、Arduino Uno と書いてありますけども、これ、まあ、どこでも、通販でも簡単に手に入る。今では入手性はすごくいいです。そういうものです。で、これが、まあ、CPU なんですけど、で、ここに、このヘッダーと呼ばれてるコネクタみたいなのが、こう、ついてるんですね。で、ですね、例えば、ですね、こういうジャンパーピンって呼ばれてるものがあって、で、こいつを使って、こう、ここのヘッダーにこういうふうに線をつなぐわけですよ。こういう感じで。で、さらにですね、これの、こういう、ブレッドボードと呼ばれてる、こういうなんか、汎用の、回路が簡単に組み立てれる、こういうボードがあって、で、こいつに、この、今、こう引き出してきた線を、こう、刺してやる。こんな感じで、こんな感じで、刺してやると。で、まあ、今、なんかすごいいい加減に、やってますけど、ちょっと今って適当にそこら辺に転がってるやつを持ってきたんで、本当はあれなダメなんですけど、これLED ですね、光るやつです。光り物です。で、ちょっとに抵抗がなんかちょっと挟まってるような、なんかこんな方程式の部品なんですけど、まあこれをこういうふうにこのブレッドボード上で刺してやると、まあ、こういう感じかな、こんな感じで刺してやって、で、今これここに USB が USB の B 端かながついてるので、これで PC につないでやると。で、そうすると Arduino ID で開発ができて、で、Arduino の方でそのこうビルド実行ってやると、そうするとこう
あのコンパイルされたプログラムがここに書き込まれて実行されるみたいな、で LED が光るみたいなね、L チカって呼ばれてるやつですけど、そういう感じなんですね。でその時に今の LED を例えば光らせようと思うとですね、その今あのジャンパーピンをつないだんですけど、ジャンパーピンをオン、ジャンパーピンでつないだ信号線をオンしたりオフしたりする必要があるんですけど、それをプログラマブルにやるのがこのデジタルライトというあの関数があるんですね、標準で Arduino に。でなのでこのデジタルライトという関数を呼び出すと、そうするとさっき接続したピンをオンにしたりオフにしたりできる、つまり LED を光らせたりあの消したりできるということなんですね。で、それはあくまでもその、Arduino の Arduino ID の C++ 環境で使う関数の、まあ、いわゆる API なんですが、それをじゃあ .NET のこの IL2C からどう使うかっていうののその、のり付けですね、グルーイングっていうんですけど、グルーするのに、こういうプラットフォームインボーク定義をしてやると、そうすると呼び出しが可能になると。で、まあ、その定義の例で、まあ、とりあえず想定してみた例というのがこういう感じですね。あの DLL インポートという属性はどうしてもね、使わないとあの C シャープのコンパイラーとか警告を出すんですね。 この行がこういうふうにない状態になると、この定義が今これあのリシャバが出してるかな、なんか言ってますね、ここでアトリビュートがないって書いてあるね。 DLL インポートってアトリビュートがないみたいな話あののを警告してるんですけど、実際あのコンパイラーは通るんですけど、やっぱり警告が出てて、で DLL インポートをつけないとこの警告が消せないです。で警告が出てても問題はない、まあないようにすることはできるんですけど、まああんまり良くないですよね。どうしても警告が出るっていうのは、警告がやっぱりない状態が正常なので、まあそれは避けたい。だから仕方がないから DLL インポートはつけましょうと。でそうすると、まあ、名前に似つかわしくないんだけども、その対象となるライブラリの名前をここに指定するんですね、ライブラリファイル名を。ところが、Arduino の場合別にライブラリなんか指定しなくても、あのこのデジタルライトって使えるんですよね。ただし条件があって、この Arduino Edge というヘッダーファイルの中にそのデジタルライトの定義があるので、なのでまあ仕方がないから、その DLL のファイル名を指定する代わりにヘッダーファイルのファイル名をここに指定させようかと。まあちょっと変ですけどね、 DLL インポートって名前なのにここにヘッダーファイルの名前をつけるのは変ですが、先ほど言ったように DLL インポートという属性は指定せざるを得ないので、指定しないと警告が出るので、なのでまあしょうがないから、まあこんな感じにしようかなというふうに考えました。で、このエントリーポイントっていうのは、まあ、もちろんあの標準的なその DLL インポートにエントリーポイントというプロパティがあるんですけども、ここにその、API、まあ、ここで言い換えるならその関数名ですね、関数名をこういうふうに指定します。 Arduino の、 あの関数はあのこういう、なんだっけ、キャメルケースか、キャメルケースになっているので、まあ先頭小文字で定義してあります。これあのもしあのこの実際のこのエクスタン、スタティックエクスタンのあの定義ですね。あの定義がまあ名前がそのままこれと同じでいいっていうんであればいい、あのエントリーポイントで追加しなくてもいいし、こういうふうにあのこれあのドットネットらしくあの先頭を大文字にしてパスカルケースにしてあるんですけど、こういうふうに分けたい場合はこういうふうにエントリーポイントを指定してやる必要がある、ということですね。で、今この時、デジタルライトは2つの引数を取ります。C のソースコード上では、1バイトの値ですね。アンサインドキャラ、アンサインドキャラという2つのパラメータを取って、で、片方はそのピン番号を指定する、ピン番号って言ってるのは、あのさっきの、あの、Arduino のボードでいうところの、どのピンを使うかですね。これの、これいくつかあるんですよ。ちょっと見にくいかもしれないですけど、こう貼って、ピンが、
構いくつかあります。どのピンを使うかっていうのがあのピン番号で指定できるんですね。まあ多少制約はあるんですけれども、あのどのピンを使うかって指定するだけでその切り分けができるようになっていると。なので今のこのピンのところ、ここにはその番号を指定します。そしてこのバルの方は、1とか0とかですね、によってそのオンしたりオフしたりというようなのが出力されるということになります。このデジタルライトを呼び出すだけで、さっきの、ワイヤーで接続したのがそのオンになったりオフになったりするという、まあ聞いてみればそんだけのことなんで非常に簡単で、まあ少なくともあの L 値かあの LED を光らせたり消したりとか点滅させたりとかいうのは、まあこのデジタルライトっていうのがあればまあほぼできたも同然ということですね。で、まずこの橋渡しがこの定義によってできるようになるというかなってほしいですよね。まだなってほしいですね。で、あとこれの他に、IO を読み取るのもあります。デジタルリードというのもありますね。で、それも同じように定義しています。で、この場合、こっちは戻り値があるので、int で値を返す。これ int って定義したんで、int32 ってことなんですけども、まあ返ってきますと。で、バイトの値を指定すると int で返ってくる。みたいな感じですね。で、あと、ディレイ。まあこれはArduino の世界でここでしてあの引数で指定したミリセックだけ待つ、何もしないみたいな感じですね。我々のドットネットの世界で言うならスレッドスリープとかですね、あれと同じような感じですよね。まあスレッドスリープね、スレッドクラスもスリープメソッドも何も今まだ何にも実装してないんでないので、まあ代わりにこの Arduino のこれを使ってやろうという感じですね。こんな感じでこの Arduino のクラスを定義してやると、そうするともうデジタル、その要するにオンかオフかっていうデジタルな入出力に関して言えばもうこれでできるようになるってことですよね。そうすればC シャープでその Arduino クラスの Arduino デジタルライトとか言って書くだけで出力をオンオフできるようになると。ああいいじゃないですかということですね。まあちょっとあとですね、ここに今コメントアウトしてあるのがピンモードっていう関数もあります。で、こいつはその指定したピンの扱いをどうするか、入力モードにするとかですね、その出力モードにするとか、あるいは他のモードにするっていうのは指定できるピンもあるので、まあこれこのAPI を使って指定するんですが、ちょっと課題があって今はまだ使えないということで今コメントアウトしてあります。まあこんな感じですね。はい。で、C シャープとしてこういう定義さえ用意しておけば、そうすればこの Arduino クラスを使って入出力ができるコードが書けるようになるということですね。これどっか書いたかな、書いてないかな。今ちょっと、実際の例を書いてないですけど、もうわかりますよね。Arduino ポチデジタルライトとか書けばいいわけです。うん、それで実現できるということですね。はい。で、じゃあこれが、どういうふうに、C のコードとして変換されるべきなのかということなんですが、いつも通りにですね、こいつをアイルスパイで中身を見てみましょうかね。コアテスト、あ、ごめんなさい、これじゃないです。テストターゲットの、Arduino、いや、これじゃない、これでいいか、これでいいです。ごめんなさい、いいです。先にこれで見とこうかな。ちゃんと入ってますよね。Arduino クラスで DLL インポートとか定義されてますね。デジタルリード、ライト、ディレイ。で、この IL を見ます。で、そうするとですね、一番上がデジタルリードですね。P インボークインプルというなんか、こういう定義があって、で、
RDE のエッジヘッダーファイルですね。これ、拡張子が DLL とか、まあ他の環境だと、例えば Linux だと SO とかだったりするんですけど、モノの環境ですけどね、SO だったりするんですけど、まあ別にこれ、ドットエッジとかでも、特にC シャープのコンパイラは警告を出したりとかしない、素直にそのままこれをファイル名として、IL に埋め込んでくれます。私たちとしてはその方が都合がいいんですけれども、特に何もそこに制約はなさそうです。で、実際のエントリーポイントの名前が小文字から始まるデジタルリード、そして、メソッドの実際の名前はこんな感じですね。イント32をモード1として返すデジタルリードで、引数としては uint8 のピント。まあなんか WinAPI とかね、ついちゃってますけどね。まあ気にしないでいきましょう。メタデータが取れさえすればとりあえずはうまくいくので。で、あとデジタルライトとかも、まあこんな感じで、だいたい想定通りになってますね。これの定義の違うところは、ボディがないってことですね。IL は1個も含まれてないです。まあ実際ソースコードにも書いてないですからね、コードは。なので、純粋にその、メタデータの定義だけがここにあるっていうような感じになってるということがわかります。じゃあ、これをですね、どういうふうに取り出すかなんですけども、そうですね、どれだったかな。ですね、アセンブリーライン、ですね、この辺だったかな。ピンボック、あったあった。これを呼び出してるとこ、これか。ここですね。はい。DLL インポートっていう属性は、リフレクションで普通に、こういうメソッドですね。メソッドベースですけども、メソッドベースの、こうかな。メソッドベースの get カスタマーアトリビュートで、属性が取り出せます。で、属性の方は、まあこんな感じでね、DLL インポートアトリビュートみたいな感じで指定してやると。で、そうすれば、DLL インポートが定義されていれば、まあ取れるはずで、で、まあ、これが指定されてないと、それはまあ、どうしようもないので、まあ、いつも通りインバリッドプログラムシーケンスエクセプションをスローすると。で、取れた場合は、この情報を使ってピンボックの情報を、ソースコードに出すようにしますと。で、こいつが、こいつ定義されているところが、これですね。で、ここで、今これはですね、レジスタープライベートインクルードファイルで、DLL インポートの属性に指定したバリューっていうのは、コンストラクタに指定した文字列ですね。つまり、さっきの例で言うなら、RDE のエッジ。つまり、これですね。これが取れます。バリューで取れます。これですね。ここのバリューが、それで取れます。なので、つまりヘッダーファイルがここに書かれているはず、必要となるヘッダーファイルが書かれているので、これをあらかじめ、保存しておきます。で、そうすると、この情報を使って、インクルード文を生成するみたいな流れですね。で、見ててあれと思った人いるかもしれないんですけれども、実は今見てもらってるソースコードっていうのは、前回の想定から随分変わってまして、で、リファクタリングでですね、この辺の、コンバーターのあたりの実装をかなりいじってます。で、なぜそう、いじったのかというとですね、このプラトフォームインボークをやるにあたって、このレジスタープライベートインクルードファイルというのを作りたかったんですね。どういうことかというとですね、今までは、今までの、変換の流れっていうのは、基本的に、まあ IL2C、IL2C
C プロジェクトの、何だったっけな、メインか、メイン CS の中でどうやってやってたかっていうと、最初に、最初にアセンブリを読む、リードアセンブリ、対象となるアセンブリを読み取ります。でそれからリフレクションで、アセンブリー、アセンブリーモジュール、それから、タイプ見てか、見てか、タイプ、なんだメンバーみたいな感じで探索していって、でその結果として、その結果として、C のソースコードを出力しますね。まあちょっとこれだと紛らしいかな、これ C みたいな感じで、出力します。これが全て終わるともう一度、探索します。アセンブリモジュールタイプス、メンバーズ、探索してその結果をヘッダーファイルの出力するんですね。こういう流れで今まではやってました。古い方法です。で、これ実は問題があって、これなぜC のソースコードを先に出してヘッダーを後に出しているのかっていうことにつながるんですけど、ですね、これ出力するとは言っているんですが、この出力をするときにここで内部的にはアイルのトラバースをしてますね。トラバースしてます。その結果としてなんだ、付随する情報、例えば前回までの話でいくと、マークハンドラーやニューやその他の付随する情報だとか、それからどんな型を使用しようとしているのか、例えば構造体、どんな構造体を使おうとしているのかとかいうのは、この IL をトラバースするときにその IL をデコードして解析していくと、その IL で使われている型とか、それからメソッドとかフィールドとか、そのフィールドの型だとか、なんかそういうような情報が読み取れるので、それによってどんな型が必要なのかっていうのが分かるわけです。でそれを、情報として蓄積するようにしてたんですよ。まあ、分かりやすいところで言うと、インクルートですね。インクルートって、なんだ、デコードコンテキスト、デコードコンテキストの get c language タイプネーム、というメソッドがあるんですけど、こいつは何かというと指定されたタイプのに対応する C の
C のソースコードで有効な、構造体の、構造体とかの型名ですね、型名を取得します。で、例えば、まあ、今はちょっとないまだないですけど、システム URI、 システムアンダースコア URI とかですね、システムオブジェクトとか、システムアンダースコアですね、アンダースコアオブジェクト、まあ独自に書いたテストターゲット、アンダースコア、テストバリュータイプターゲットみたいな固めの文字列が得られるんですが、これをやっているときにですね、同時にこの使われている型を見てですね、もし必要ならこれに対応するインクルード必要となるインクルードのファイル名も同時に これの中で同時にミュータブルに、イミュータブルじゃなくてミュータブルですね、ミュータブルに情報収集をしてるんですよ。それは何を言っているかというと、例えばタイプに、なんだシステムイントさんを指定するとですね、もちろん戻り値は System underscore int32 っていうのは返ってくるんですが、それと同時に内部の辞書にですね、スタンダードイント h というヘッダーファイルを辞書に登録します、登録するんですよ。これアンチパターンなんですけどね、本当はね、アンチパターンです。っていうのは、get C language type name というファイル、このメソッドの名前だけ見て、そのミュータブルな内部の動きっていうのは一見するとわからないんですね。本来これをそういうふうに実装し始めた時にはもちろんなんかそんなことは意識していなかったんですが、実際にはミュータブルな動作をしていて、でこのミュータブル性を担保するためにこの2番と3番はこの順序でなければいけないですね。どうしてかというと、2番が全部行われることによってこの C のソースコードが出力されるのと同時に、この呼び出しによって内部的にはどんなヘッダーファイルが必要なのかという情報が裏で収集されているんですよ。そして3番でヘッダーファイルを出力するときに、この辞書の情報をもとにインクルード文が生成されるみたいな感じになってですね、これ今だから見るとそんな姑息な方法でやっちゃいけないってわかるかもしれないですけど、まあ、最短で、まだ IL2C がそのシンプルな実装だった時にはそれで十分だったんですね。ですが今、プラットフォームインボークで DLL インポートの属性にその必要なヘッダーファイルが指定されるようになりましたと。ということはですね、あらかじめどのインクルードファイルをインクルードするのかっていうことの情報収集がやっぱりできないといけないですよね。それだったら別に単にこの get C language type name だけじゃなくて、このヘッダーファイルを登録するためのメソッドがあれば相変わらずこの順序でやっとけば十分なんじゃないかっていうふうに思いますよね。実はそれもね、今回こうやって説明するまでに実際にやったんですよ。でそこでこれは問題になるかもしれないと思った理由があって、それはですね、今、さっきソースコードで、説明した、これじゃない、これか、これですね、これ、
DLL インポート Arduino Edge と書いてあるということは、C のソースコード上に Arduino Edge をインクルードするそういうディレクティブが、ソースコード上に出力されるはずですね。それは、書くとシャープインクルード、シャープインクルードを括弧 Arduino Edge みたいな、こういう文が出力されるってことですね。まあ、C とか C++ でね、開発してた方なら、まあ、十分経験があるとは思うんですけれども、ヘッダーファイルってね、慎重に書かれてないやつは、なんかヘッダーファイルのインクルード順序とかで、なんか動いたり、要するにコンパイルできたりできなかったりとか、まあ、まだできないならいいですけども、一見コンパイルは通ってるのになんか順序が違うだけで動作がおかしいみたいななんかそんなようなことを起こしたりする、ちょっとセンシティブなんですよね、この辺の扱いって。それをですね、今現状をそうやって、じゃあ情報収集したヘッダーファイルの情報をもとにインクルード文を生成してるのって、ここなんですよね。このヘッダーファイルの中の先頭でインクルード、そして本体のデクラレーションが、まあ、こんな感じで出力されると。で、ヘッダーファイルに、例えば Arduino Edge、include Arduino Edge って、あんまり入ってほしくないんですよね。なんでかというと、それ一旦入れちゃうと、このヘッダーファイルをインクルードした別のやつは、この巨大かもしれないヘッダーファイル、に案に依存してしまうので、いやなんかそんなところにインクルード文があると僕のプログラムコンパイルできないんだよみたいな、なんか他エラー出ちゃうんだよみたいなことを容易に引き起こす可能性があるってことが問題ですね。Arduino Edge はまあそんなに大きくないかもしれないですけど、例えばこれがですね Windows Edge とかになると、もうとても巨大なヘッダーファイルになって、まあなんかちょっとそんなところで軽々しくインクルードしてほしくないよなって思う人がいるかもしれないですね。ということで、ここに無条件にその収集したヘッダーファイルのインクルードを書き加えるっていうのはできればやりたくない。じゃあどこにあればいいかというと、こっち C のソースコードに同じようにインクルード文があって、デクラレーションがあるみたいになってくれれば、少なくともこの C のソースコードのコンパイル単位だけでインクルードされるんで、まだ他への波及は少ない可能性がありますね。なのでプラットフォームインボークでその指定されたヘッダーファイルというのは、まあできればこの C のソースコードの中だけに収めたいなっていうのはあります。まあ、今やってないですけど、もうちょっと言うならですね、プラットフォームインボークの定義ごとに C のソースコードを出力して、それはつまり、これですよ。これ1個ごとに別々の C のソースコードを生成して、そこだけでこのヘッダーファイルの読み取るみたいな感じにした方がより安全ですね。コンパイル単位を分割する方がもっと安全かもしれないですね。まあちょっとそこまでやるのはどうかなと思ったんで、今はそれやってないですけども、少なくともまあちょっとヘッダーファイルにその P インボークで指定されたヘッダーを無条件に入れちゃうっていうのはちょっと避けようかなというふうに思いました。でそうするとですね、ここに入れたいわけですよね。今まではここだったかな。と、これが順序に依存して、こっちにはインクルード文を挟まなかったから、ここにインクルードを出力してたから今まではうまくいったんですよ。つまり、2の情報を全部収集した後だから、ここにインクルードが出せたんだけど、だけど、2のところにインクルード出そうと思っても、これから、IL をトラバースしようとしているところでインクルード文出せないので、なのでいやこれは非常に困った、この構造に案に依存しているので非常に困ったっていう状態になりました。はい、
ていうのが、今回のちょっと、リファクタリングで結構な作業をしたんですけど、最大のポイントですね。で、じゃあどうしたのかってことなんですけど、まずそのコンテキストとして、これデコルコンテキストって書いてあるけど違いますね。トランスレーションコンテキストです。すみません。ここは。で、まあこのトランスレーションコンテキストってクラスがあるんですけど、そのクラスが、インクルード、どのインクルードを、使うのかみたいな辞書を持っているやつなん、長本人なんですよね。で、これが案にこいつが呼び出されることによってその案にその登録されるミュータブルとして振る舞っているっていうのをきちんと分類するのは目で追いながらそれを正しく 分離するのはちょっと難しいと思ったんですよ。分量的に安全にやりきるには難しいと思ったので、どうしたかというとですね、こいつを、まあ、やっぱりその単にそのタイプネームを取り出すっていう処理とそれから型を登録するっていう処理の2つに、まあ、分けるべきかなということで、こう責務を分割しました。でも実際のところそのトラバースしているときにその必要となる型を登録する、そして登録した結果を使ってこの get c ランゲージタイプネームっていうのを成立させようと思うと、そうすると、まあ、結局分割はしてるけど、出どころは一緒ですね。それ収集だけしといてその辞書を使って今度は供給を名前とかを情報を供給するようになるんで、結局器としては同じだと。と、どうしたかというと、今のそのトランスレーションコンテキストというのが最大のミソで、で結局はここの辞書に格納されなきゃいけないんですね。収集した情報が格納されて情報を与えなきゃいけないので、まあ、インターフェースを分離してですね、その両方のインターフェースをこいつが実装するっていう形にしました。で、そいつが名前なんだっけ忘れちゃった。そいつがですね、トランスレートコンテキストで、これですね、プリペアコンテキストというのとエクストラクトコンテキスト、つまりストット i プリペアとエクストラクト、という2つのインターフェースをこいつが実装するようにしました。で、片方は、その情報収集だけ、そして片方は、その収集した情報を取得するっていうふうに役割を完全に分離したんですね。で、そうすると、情報をその収集して、蓄えたいと思っているソースコードの箇所と、それからその蓄えた情報を使って、例えば、式を生成したりとか、式となる文字列を生成したりとかいうようなことをやりたいという場所の2つに、明確にソースコード上で分離できるので、まあ、そいつを使ってですね、丁寧に外科手術をしたみたいな、そういう流れですね。で、まあ、実際ちょっと中を見ると、このプリペアコンテキストの方は
このレジスターなんとかっていうのだけでできてます。でレジスターインクルードファイルとか、それからレジスタープライベートインクルードファイル、こうですね、とか、レジスタータイプとか、レジスタースタティックフィールドとか、まあ要するに登録の操作だけができるってことですね。なのでさっきもうちょっと消しちゃいましたけど、さっき情報を収集するフェーズは、このインターフェースだけ使って全てを実現する。なのでこのインターフェースには登録はできるけど、情報を吸い出すことはできないですね。ここに登録されてないので、ここに定義されてないので取り出せないと。なのでもうとにかく登録だけ専念してやると。で全てのその、IL のトラバースができると、そうすると情報収集完了するので、今度はこっちのインターフェースだけを使ってその収集済みの情報から値を情報を、まあ、取り出していくというふうに完全に分離したんですね。で、取り出す方は何ができるかというと、今説明した get C ランゲージタイプネームでその型名の情報が取れます。それから、式の文字列ですねを生成することができます。であと、インクルードですね、まあ、今回最大の焦点になってるんですけど、インクルードどのファイルをインクルードすべきかというのが列挙できる。それも、ヘッダーファイルに定義すべきインクルードのファイル名と、それから C の方にインクルードするインクルードファイル名を別々に取り出せるようにしてあります。これは登録するときに分けて登録しますね。ヘッダーファイルに登録する方と、C のソースコードの方でインクルードするものというふうに分けてあるので、それに合わせてこちらも分けて、取得することができると。で、あとは、スタティックなフィールドですね。これも、ここから後から、その情報を取得することができるというふうに、もうインターフェース上完全に分離し、そしてそのフェーズ2とフェーズ3で、フェーズ2ではもうこっちのインターフェースしか使わないようにする。フェーズ3ではこっちのインターフェースしか使わないようにするっていうふうに分けるとですね、そうすると、まああとはですね、フェーズ2なのにこの情報を取得しようとしてるとか、フェーズ3なのに登録しようとしてるところについてはすべからく全部コンパイルエラーになるので、もうそれを使ってですね、もう機械的にエラーが出た箇所をちまちまと直していくみたいなことをやったのが、そのリファクタリングの最大の時間がかかった部分ですね。なんで変更箇所結構たくさんあるので、こと細かに説明はしないんですけど、ちょっとIL コンバーターがどういうふうになったのかだけちょこっと説明しますかね。例えば、これはどうなったかな。あ、そうだな。これ、コールコンバーターなんですけど、コールコンバーターの分離した実装の部分なんですけど、アプライがあって、で、この辺あんまり流れは変わってないんですが、違うのは、引数としてこのデコードコンテキストが渡ってきます。で、どれだったかな、こっち、あとデコードコンテキストの情報からは情報の取得はできるけど、それ以上のことはできないんですね。じゃあ情報の登録はできるけど、なんだ、文字列のその生成はできない。でそれがですね、ちょっと名前が紛らわしいんですけど、これ最後ですね、このアプライの戻りのところがリターンで、これラムダ式で生成された関数を返してるんですね。でこれ何かというと、こんな定義になっています。これですね、慣れてないという読みづらいかもしれないんですけども、これは、I エクストラクトコンテキストの引数を受け取って、ストリングの配列を返す関数を返すという意味です。で、それをラムダで書いたのがこれですね。で、このルックアッパーってちょっと名前がね、途中で試行錯誤して、最後、
リファクタリングで直しちゃったんで、これちょっと名前がふさわしくないんで、この後の方のコミットで直してるんですけど、こいつが見ての通り i エクストラクトコンテキストそのものです。つまりこの引数で与えられたこいつを使えば、例えば、ゲット C ランゲージタイプネームで C のその固めを取り出したりとか、そういうようなことができるようになっていると。で、取り出すためにこの get given parameter declaration とかで、こいつの内部でそのこの extract コンテキストを使ったりしてるんですよね。ここでやってるのは get write expression で、要するに右辺になるその式の文字列を生成して取り出すというようなのを呼び出してるんですけど、これは情報収集が終わった後じゃないと成立しないので、まあこんな感じで呼び出して、呼び出せるようにすると、呼び出せるようにするにはこのエクストラクトコンテキストが必要で、でそいつはどこからやってくるかというと、このラムダ式の引数からやってくる。でこれ関数を返すのはいいんですけど、この関数がどこでどう処理されているかというと、こいつのこっちだったかな、コール ILL で C6ST、 あれどっかなかったかな、こっちじゃないですね、ライターの方かな、こいつでジェネレーター、これだな、このジェネレーターっていうのが今のアプライの結果として返されるもので、でこいつ これラムダ式な、ラムダ式じゃない、デリゲートなんですね。でデリゲートを、このエクストラクトコンテキストの引数を伴って渡すことによって、ソースコードに変換されたものが返ってくると。これができるのは、手元にエクストラクトコンテキストがあるときしかできないですね。ジェネレーターを呼び出すとき必ず引数にエクストラクトコンテキストを渡さなければいけないので、なのでそのタイミングでしかできないです。それは一体どこから来るかというと、ちょっと長いんですが、こいつで言うとこいつの引数として渡されてますね。インターナルコンバートフロムファンクションの、引数に渡されてます。こいつはどこから呼ばれているかというと、こいつのこの引数がそうで、こいつもまた別手前の呼び出しから指定されていて、こいつがどこから来るかというと、これテストですね。これか。アセンブリライターというクラスのライトソースコードの、中で渡されてきます。その元ネタはというと、これですね。このエクストラクトコンテキストは、トランスレートコンテキストをキャストしただけなんですけれども、これインターナルなインターフェース。で明示実装になっているので、一旦なんかこのインターフェースにこういうふうにまあ暗黙のキャストでね変換しておくことで、そいつが使えるようにしてます。こいつをライターこれですね、インターナルコンバートフロムメソッドのこの引数に渡してやることによって情報の取得が可能になると、トランスレートコンテキストからの情報の取得が可能になるという流れです。ライトソースコードですね。ライトする方ですね。で、情報収集す、今話したのはこのアセンブリライターというクラスなんですけど、アセンブリプリペアラーっていうクラスがあって、こっちが情報収集の方、つまり、IL をデコードして、で、その中の、その IL の、フロー解析をしつつ、使われている、メンバーですね、タイプとか、それからメソッドだとか、そういう情報を全部収集するということをやってる方が、このアセンブリプリペアラーと。で、こいつのプリペアしてる時の途中で、プラットフォームインボークの、宣言を確認していて、そこで、このレジスタープライベートインクルードファイルというので、DLL インポートに指定されたそのヘッダーファイルを登録していると。ようやくつながりましたね。はい。というような流れになっています。ちょっと逆、下の方のレベルからだんだん上の方のレベルの話をしたんで、ちょっとザクッとなんか上の方から逆に説明すると、この IL2C の今コマンドラインのツールがあるんですけども、こいつの、こいつを実行するときにですね、まあまず、
指定されたアセンブリをロードしますね。でそれからそのアセンブリを伴ってトランスレートコンテキストのインスタンスを作っておきます。こいつが例の2つのインターフェースを実装してますね。でまず最初にプリペア、アセンブリプリペアのプリペアを呼び出します。ここの中で、IL の解析が行われて必要な情報が全部収集されて、で戻り値で返されるようになってます。これ何かというと、リードオンリーディクショナリで、メソッドベースの、プリペアードファンクションというのの辞書になってますね。特定のメソッドの情報、まあ、コンストラクター含みますけど、その情報がこのプリペアードファンクションというのの中に集約されて入っている。この中にはデコード済みの、IL のオープコードとオペランドの組みとか、なんかその、ラベルとかですね、なんかそういうような情報が全部ここに入っていると思ってもらえればいいです。つまりですね、リフレクションに足りないものをこの辞書で供給していると思ってもらえればいいです。つまりこれロードする、アセンブリロードフロムでロードするとアセンブリ得られます。でここからモジュールも得られるし、タイプも得られるし、フィールドも、メソッドの情報も他の情報も全部得られるんですけど、唯一、IL の内容を解析した結果はないんですよ。ここの中に含まれない。それは我々がずっと今までの連載の中で実装してきたことですよね。なんでその実装結果を集約したものがここの辞書の中に入っていると思ってもらえればいいです。でつまり手元にこのリフレクションの情報とこの辞書の情報があれば全ての情報が揃ったって状態になるわけですよ。で情報が揃ったので今度は C のソースコードを出力します。出力するにはアセンブリライターというクラスの実装を使います。ライトソースコードというのを呼び出せば、そうすれば今の収集済みのそのトランスレートコンテキストとそれからプリペアードの情報を渡してやれば、そうすれば指定されたテキストライターにそうC のソースコードが出力される。同様にヘッダーファイルも出力できる。今これも完全に収集と出力を分離したので、極端な話この順序じゃなくてもいいですね。これヘッダーファイルを先に出力してももちろんもう問題ないです。さっきみたいな変な依存関係はもうこれで切り離されたので、どちらを先に出力しても正しく出力されるはずですというようなですね、かなり大掛かりな変更をしました。IL コンバーターとしては先ほど言ったようにアプライの結果がダイレクトに文字列としてソースコードが返ってくるんではなくて、これですね、アプライは、ソースコードを生成する関数が返されます。その関数を呼び出すためには iExtract Context のインスタンスが必須となるという制約を加えることによって、型安全にしたってことですね。ちょっとこの辺分かりにくいかもしれないですけども、要するに遅延呼び出しを可能にしたんですよね。iExtract Context が、用意できるまで、こいつの、ソースコードの生成自体のタイミングを遅らせたっていうのが趣旨になります。で、これでようやく、ヘッダーファイルについての問題は解決したということですね。で、あとですね、これによって変換された結果を、まあ、せっかくなんでちょっと見てもらうとですね、これかな。ジェネレーテッド。はい。で、例えばですね、どれかな。アルドゥイーノありますね、この辺にね。出てますね。デジタルリードとか、デジタルライトとか、ディレイとか。出てますね。で、こいつの実装がどうなってるかというと、どこかな、ハルディーノあった。これがプラットフォームインボークとして変換された結果ですね。で、デジタルリードは、まあ、シンボル名としてはね、名前空間から含まれるんで、いつも通りマングリングされた結果としてこんな名前になっている。そしてそれは内部でこういう関数の呼び出しになってますね。デジタルリード。これって DL リインポートで指定した通りですよね。
見てみましょうか。どっかなかったかな。よいしょ。で、こっち側が、これ、ちょっと狭いんであれですけど、あ、しまった。こうかな。はい、ここで、デジタルリードは、エントリーポイントとして、これですね、デジタルリードっていうのを指定してますよね。これがそのままこの関数呼び出しになってる感じですね。で、あと比数としてこのバイトピンっていうのがあるんですけど、こいつが、C の方では Uint8t のピンになって、それがそのまま、こいつへの呼び出しになっていると。で、同時にこのデジタルリードっていうのは戻り値を返します。 Int のint32 なんですけど、int32 の値を返すので、それはそのままリターンで返されるという感じで、まあ単にバイパスしてるような感じですよね。で、デジタルライトの方もそうですよね。こっちは戻り値ないんで、ボイドなんでリターンじゃないですけども、引数のピンとバルがそのまま、このデジタルライトのピンとバルの呼び出しに転送されていると。リレーも同じですね。まあこんな感じになります。ああ、できたじゃんと。これをそのままビルドするとですね、先頭にこのアルディのエッジっていうのがあるんですよ。ちょっとVOLT っていうのも下にあるんで、これインクルード入っちゃってますけど、まあ要するにこのアルディのエッジのインクルード文を出すためのいろいろ細かい問題をさっきのリファクタリングで解決したということですね。この DLL インポートのこのアルディのエッジがここのインクルード文のアルディのエッジに、出ていると。晴れて出ましたと。いいじゃないですかと。実際これね、アルディの環境で、ビルドするとちゃんとビルドできます。C のソースコードをコンパイルすることができます。ということで、ああできたじゃ、結合できたじゃないか、いいじゃないかってことなんですが、じゃあこの引数とか戻り値の型ですね。これ今、バイトの値とか、イントの値とかでやり取りするようにしたんですが、これね、こういうなんかデジタル入出力やってる分には、基本的なプリミティブタイプだけサポートすれば、だいたいいけるようになるわけですよ。だけど、まあ、最近だとね、アルディーノも、イーサネットで通信できたりとかですね、それから、アルディーノ互換のボードで、Wi-Fi 通信できたりとか、いうようなことができるやつがあります。ちょっとね、僕も、割と最近になるまで、組み込み系の開発からは離れていったので、最近になってちょっとやるようになったんで、いろいろと驚きはあるんですけどね。まあ、例えば、そうですね。まあ、これ、まあ、わかるでしょ。ラズパイですね。これ、バージョン2なんですけど、ラズパイ。まあ、ラズパイは Linux が入っているので、今回の、IL2C で、プラットフォームインボークで直接っていうのは、もちろんそういう、ここにヘッダーピンついてるんで、この GPIO の出力に、入出力できるようなライブラリを、まあ今と同じような手順で結合してやればいけるようになるので、まあまあ問題ないじゃないけど、まあ Linux がね、そもそも動いてるんで、まああんまりなんか面白みはないですよね。まあ結合できて当然だろうみたいなのはあります。で、こいつもそうですね。ラズパイの、小さいやつですね。これは0W じゃなくて0の方なんですけども、まあ、Wi-Fi とか何もないやつです。まあ、このあたりまではまだね、結局 Linux が動くんでいいでしょうみたいな話なんですが、例えば、これですね。これちょっと前にセンター CLR の、ビデオでやりましたけども、マイクロビットと呼ばれている、これあれですね、英国 BBC とマイクロソフトが手を組んで、他にも
あの協賛してるとこがあって、で向こうのその EU の方であの教育としてこれをね、なんか無償配布とかしてるらしいんですよ、あの子供たちこれ遊べと、あの開発して、これね見てもらうとなんかちょっと見にくいからね、ここに BBC とか、あの書いてありますね。で、これもこういう開発環境が、makecode.com っていうところで、あの JS のあのスクラッチみたいな環境のあのやつで、あのこうビジュアル開発とかできる、あのパズルではめるみたいな、なんかそんなビジュアル開発もできるし、アルディの ID を使って開発することもできる。で、ここに LED が 5×5 のマトリックスでついてるんですよね。で、アルディの ID を使って開発する場合は、ここに文字をあのスクロールして出せるんですけど、例えば A とか B とか C とか光らせることができるんだけど、それを出すためのライブラリーがあって、で、それが提供されてるんですね。じゃあ、例えば IL2C を使って、ここに文字を出したいと思ったときって、その提供されてるライブラリーの API を呼び出せばいいんですけど、そうなると問題なのは文字列ですね。IL2C でそのじゃあ例えば今のやつ使って ABC と出したいってなったら、そしたら当然書くことはできるけど、今 IL2C ってストリングサポートしてないので、ストリングサポートできるようにならないといけないですね。で逆に言えば、なんかストリングが使えるようになれば、そうすればこれと全く同じような感じで、例えば引数にストリングなんとかとか言って書けば、そうすればあの文字を C シャープで加工して出したりとかできるようになる世界がやってくると。まあそのぐらいになるとね、あの結構使い手が出てくるかもしれないですね。なんかなんか文字列で扱おうと思う、文字列を扱おうと思うと C、まあ C++ ならね、まだあのスタンダードストリングがあるからいいんですけど、 C だとね文字列扱うのもうだるいんで、C シャープで書けるのってすごくいいんじゃないかなとかいうようなことが出てくるんですが、まだ残念ながら IL2C では文字列が扱えないというところまで来たわけですよ。で、まあいよいよじゃあ文字列をやるかと思って考え始めたんですけれども、結構難しい。何が難しいかというと、文字列、ですね、文字列は、あの今から本格的な話はしないです。死ぬので。あの実際まだ文字列って一番最新のあのコード上でもまだ文字列はどちらにしろサポートされてないので、いや、あのやらないんですが、ちょっとだけ話をすると、まずあのドットネットの CLR の上で文字列って、まずシステム、ちょっともうシステムめんどくさいんで、まあオブジェクトにしますか。オブジェクトがあり、ストリング、ストリングクラスってこういう継承関係にありますね。そしてどちらもオブジェクトリファレンスです。オブジェクトリファレンスってことになってます。で現状は IL2C はオブジェクトリファレンスはシステムオブジェクトアスタみたいな感じで扱ってますよね。とじゃあまあこのままこれを拡張するならば、それって当然こうなりますよね。みたいな感じになるわけです。まあ継承してるし、両方ともオブジェクトリファレンスだからこれでいいっちゃいいんですけど、こうした場合の問題はまあいろいろあって、
IL2C 的にかなりなんか嫌だなという思うのは、これのインスタンスでどう生成するのか。ニューシステムストリングみたいな、まあ、あのニューの代わりにね、あのもうちょっと、あの、あ、現実的に書きますか。システムストリングニュー、例えば、あの、実際今はまだこんなコードないんで、こう書くかどうか別として、まあ書いてみるとこんな感じ。これどういう意味か分かりますかね。こうやって入してるので、我々が作ったあの GC ゲットアンイニシャライズドオブジェクトが呼び出されるって話ですよね。これの内容で、この ABC ってあの今こうやって書いたのでリテラルですよね。あのソースコード上もきっと C のソースコードとしても、 C のこの文字列リテラルとしてソースコード上に現れるはずです。せっかくその C のソースコード上にリテラルとして現れている、それがコンパイルされるとおそらく書き換え不能領域にそれが配置されるということは、IoT デバイスみたいな小さいものに、書き込まれる場合ってロム領域とラム領域があって、ロム領域にこいつが保存されるはずなんですよ。この ABC という文字列がもうちょっと言うならヌルターミネーションされているから4バイトですかね、4バイトの値はロム領域に格納される。ずっとしつこく言ってますけど、小さいデバイスというのはラムがすごい制約があってすごい小さいんですよね。この行を実行しようと思うとヒープからメモリを確保しますね、マロクで。で、何かというと、レフヘッダー、レフヘッダーの領域、それからなんかきっと ABC を格納するを格納する領域の合わせで何バイトかわかんないんですけど、4バイト、きっとここ12か16ぐらいになるんで、なんか20バイトぐらい、ぐらいですかね。せっかく4バイトで、しかもロム領域に配置されていったデータが、なんか知らんけど、ラム領域に20バイトも、確保されて、あまつさえそれがコピーされて使われるという話なんですよ。なんか非常にもったいない話ですよね。何しろこれって固定、あの変化しないですよね。システムストリングって書き換えてできないじゃないですか。あの書き換えできるように見えているのは実は内部で新しい文字列が生成されているだけと。あの例えばストリングのリプレイスとかメソッドありますけど、あれは文字列自身を書き換えてるんじゃなくて、書き換えた文字列を新たに生成してるんですよね。だからそれは理由があるからまだいいんですけど、こんななんか固定的にリテラルとしてソースコードに書かれたものが、まあ、わざわざまたラム領域に展開されなきゃいけないのみたいな、そりゃちょっともったい、データ量としてもったいないですよねと。で、まあ、20バイトぐらいいいじゃんとか思うかもしれないですけど、まあ小さい、あの極端な話1キロバイトしかないメモリとか、あのラム領域とか、まあそれちょっとあの極端かもしれないですけども、もうちょっと言うとですね、文字列を存在に扱ってるとですねガンガンメモリを消費するっていう事実があるわけですよ、ここで。ので素直に実装する方法としてこういうことは考えられるけども、あんまりやりたくない、 IL2C の目指すところとしてあんまりこういうことはやりたくないよなっていうのはずっと思ってました。で、じゃあどうすべきなのかっていうのはまだあんまり見えてないんですよね。あんまりあの
システムストリーム自体を例えば IM 通信内部的に特別扱いするっていう方法は不可能じゃないですけども、特別扱いしようと思うと例外条件がいろいろ発生するので、それに対する安全なコードが書き切れるかという問題があります。ので、 あと実行時のサポートの問題もありますよね。なんかストリングだけその特別扱いしようと思うと、実行時にも特別扱いするためのコードを今度はランタイムのコードとして含めなきゃいけないんで、ランタイムコードが増大するという欠点もあります。ので、その折り合いですねをつける必要があるなと思ってました。どういう方法がベストかはまだ分かってないんですけども、で問題はこういう問題だ、目指すべき、解決すべき課題はこういうことなんですけど、他にもあります。他の例を挙げると、例えば、我々が C シャープで、なんかメソッドを書いたとします。パブリックスタティック、例えばボイド、こんなメソッドを書いて、これを IL 通信に通したとします。何度も言いますけど、ストリングはまだサポートしてないので、これ通らないですけど、現状は通らないですけど、将来的なことを考えてこういうコードを通したとします。これこのメソッドは当然C の関数になってるはずですよね。そしてここの部分はまあなんかシステムアンダースコアストリングアスターみたいになってるのかもしれない。こういう関数があるということが分かっている前提で、C の方から C 言語の方から人間が関数を手で書いて、こいつを呼び出したい、 C からね、 C から呼び出したい場合に、こういうストリングと書いてあるので、ここに文字列を渡したいんだけど、その時にきっと C のリテラルでそう書けないですよ。こいつはおそらくこんな風になります。ボイド、ちょっと名前空間とか省略しますけど、フォゲカッコ、なんだろう、システムアンダースコアアスタバリカバリ。変換されるとこうなりますね。これ C、IL 通信で変換しました。シグネチャーとしてはシステムアンダースコアストリングアスターバリューになってます。C 言語から見た開発で一番理想的なのは、こいつを呼び出すときって、こう書きたいですよね。まあだって文字列を渡したいんだから、引数に普通に文字列で ABC って書きたいですよね。でもできませんよね、これだとね。システムアンダースコアストリングって、キャラアスタでもないし、キャラの配列でもないし、なのでこれってコンパイルとしては成立しないですね。こいつも C ですよね。じゃあ、C のコードを書いてるときに、こいつを呼び出したいときは、ここにどう書かせるのかという問題があります。で、ここを可能な限り、なんか特別な記述をなくしたい。というか、なくす必要が多分あると思っています。今この話だと、あらかじめ C シャープから C に変換した結果としてこういうのがあるから、まあここに例えば、そうですね、 OK かっこ、例えばですよ、例えば なんか STR とかいうマクロが、そのマクロの実態は分かんないですけど、まあマクロがあって、そのマクロを使うと、この C の、
ABC というリテラルがシステムストリングアスターに変換されるというなんかいい感じのマクロがもし定義されてたとするならこう書けますね。ですがこれダメなんですよ実は。ダメというのはいいんですけど、こいつを呼び出すのにはこれが使える。ところがですね、我々はまだ取り組んでない問題としてデリゲートのサポートがあります。デリゲートってC の世界で言うなら、関数ポインターが渡ってくるようなイメージですね。で、コールバックが実現するんですよ、それによって。コールバックするっていうことは、その渡ってきたそのハンドラーを、デリゲートのハンドラーを逆に呼び出して、C シャープで書かれた何らかのコードの方に逆に C から呼び出されるっていう構図になるんですね。この構図って C からC シャープのコードを呼び出すという今話しているのと全く同じ構図になります。で、その時にその渡されたデリゲートの呼び出し先っていうのは、静的にはわからない、要するに C 言語のソースコードとして変換された結果として、どの関数が呼び出されるのかっていうのは動的に解決されるのでわからないですよね。で、しかもそのコールバックをあてがう先というのは自分が今から書こうとしているコードではないかもしれない。もうちょっと言うと、例えば、既存の Arduino の、ライブラリがあって、そいつがコールバックの関数ポインターを要求するかもしれないですね。そうなるともうその渡された関数のシグネチャーはいじれないので、書かれた通りに呼び出すしかない。コールバックの引数に文字列へのポインターが要求されたら、こういう小細工なしにポインターが渡せるコードでないとダメなんですよ。なので、文字列を渡すって書いた時に、こういうシステムストリングポインターじゃなくて、文字通りキャラアスタ、キャラのポインターとして扱える必要があるような気がしています。これはね、本当に難しい問題で、今話しているのは、どうやったらほぼゼロのコストでこういう文字列の引き渡しが可能かどうか。さっき見てもらったデジタルリードとかデジタルライトって、あのバイトとかイント32の値を扱ってるんですけど、あれだったらそのまま右から左に渡すだけでよかったので、コストは最小ですね。ほとんどコストはかからないなんですが、まあできれば文字列もベターな解決として、そのぐらいのコストでなんとかなるようにしたいなとは思っていますが、でもこういう問題があるんですね、控えている。で、もうめんどくさいからいっそのこと、IL2C でストリングはキャラアストにすればいいんじゃないかというめちゃくちゃな考え方もあるにはあります。これのデメリットは、ストリングのレングスの扱いが変わってしまいますね、一番簡単なところで言うと。なぜならシステムストリングはユニコードなので、キャラアスターで扱われる、その完全に1バイトの世界ではないですね。じゃあレングスの呼び出しだけなんか例えば、文字コードを UTF-8 として UTF-8 で N 文字っていうのを数えるように展開するかとかいうような方法もあるにあるんですけど、まだ別の問題があって、キャラアスタでは GC が追跡できないですよ。一番最初に考えたこれはやめたいねって言ってるこのシステムストリング new で、heap から普通になんかシステムオブジェクトのように、その要するに、オブジェクトリファレンスを生成するっていう方法はコストが高いとは言ったけども、こいつの2点は漏れなくレフヘッダーがついている。そうすると心の中に GC マークが入っているので、すべからくこれって僕らがそのマークスイープ GC 実装した時のあのインフラがそのまま使えるんですよね。だから普通に、オブジェクトリファレンスとしてどこかに保持されていれば、そうすれば GC がこの文字列が捨てる対象か残しておく対象かっていうのは自動的に追跡できるようになるので、おいしい。今言ったいつその文字列が捨てられるべきかみたいなことについてはこの方法が一番楽なんですよね。既存の、
インフラでそのまま管理できるのでいいと。だけどこっちはコピーのコストやらそれから余分にラムを使ってしまうというコストがあるので難しいと。今ねぼんやりとそれを解決する方法の一つを思いついてはいるんですけど、もうちょっと詰めないといけないとは思ってるんですが、ちょっとまだね材料が足りてない、それを考えるには材料が足りてないなと思っていました。でアイデアを話すとですね、これシステムストリングを無理やり当たり型として扱ったらいいんじゃないかなというふうなことを考えています。つまりオブジェクトリファレンスではなくって、バリュータイプと同じ扱いにする。もちろんドットネット的にはオブジェクトリファレンスなんですよ。なんだけど、IL2C が変換されした結果としてストリングというのはシステムストリングという構造体として扱ったらどうだという、ちょっとアクロバティックな解決方法を一つ考えてはいます。その時に問題になるのは、それって値型バリュータイプなので、バリュータイプこのシステムストリングをオブジェクトに代入できなければいけないですね。オブジェクトリファレンスだと両方ともポインターなので、単にキャストすれば例えばシステムオブジェクトの変数に、文字列を入れるって普通にできますよね。C シャープで書くと、オブジェクト O イコール ABC 見えてるか、こういう式書けますよね、 C シャープで普通に。ABC は文字列だから案にシステムストリングなんだけど、それをオブジェクトに代入できます。でもこれもしこれバリュータイプだとそのままでは入れられないですね。いや入れられますよね。ボクシングが発生するっていう話です。これはいけるの分かりますね。オブジェクトの V は123、これいけますよね。これはシステムイント32なんですけど、それをオブジェクトに代入する。その時にこれはボクシングというのが発生します。この時点でボクシングが発生します。もし仮にシステムストリングを、オブジェクトリファレンスじゃなくて値型だと無理やり見なした場合、オブジェクトに入れるためにはボクシングが必要になりますね。ボクシングができると仮定すれば、これはできるんじゃないかっていう気がなんとなくしています。もうちょっと詰めなければいけないんですけど、でも大前提として、じゃあボクシングができるようにするにはどうしたらいいかっていうのを考えないといけないですね。で、我々はまだ、この値型を、オブジェクトリファレンスとして扱うにはどうしたらいいかということを実は考えてなかったんですよ。なので、今プラットフォームインボークの話をずっとしてきたんですが、ここに至り文字列に足を突っ込んで、さらにそこからボクシングを先にやらないとよくわかんないっていうところに来ました。はい、ということでですね、ちょっと50回としてはちょっと長すぎるんで、ここでまた切りたいと思うんですけれども、まあ次回はですね、そのボクシングをどうやって実現するのか、まあここでもいろいろ課題はあるんですけれども、そのことについて話をしたいなと思います。このボクシングが解決すると、さっき言った文字列をどうやって扱うかっていうこともちょっと道ができるかもしれない、できないかもしれないですけど、まあ実際ね、GitHub のコード上はもう対応してるんですけれども、そこで出た課題というのは思いのほかでかくて、またでかかったんですけど、簡単に言うとボクシングをサポートするにはランタイムタイプ情報が必要だったっていうそういう結論なんですが、まあその辺の話を次回またしたいと思います。じゃあ、まあ今回はちょっと長くなったんで、ここまででボクシングの話次回楽しみにしててください。以上です。ご視聴ありがとうございました。